元 CEO、ロスカルゴンが、楽器箱に身を隠しながら、国外逃亡を目指すゲームの RTA、始まるよ。計測区間は、先駆者兄貴に従い、始めるをクリックした瞬間から、ラスボスを倒して画面が白くなった瞬間までとします。はい、用意スタート。ゲームが始まったら、画面右寄りを高速移動で上に向かって駆け抜けます。途中、デブ警官を見かけたら、積極的にぶつかりに行きます。この警官は、接触時のダメージがやたら高く、1回当たっただけで約1万ミリオンダラー吸われます。ボスエリアに到達するまでに、こいつに2回当たっておくのがベストです。なお、雑魚の位置は毎回ランダムなので、機動力が必要になります。デブ警官にのみ、2回接触できれば、約5000ミリオンダラーを残して、ボス戦に突入します。一面のボス、名前はビシビシだそうです。ボスの動きは完全固定なので、動きを覚えて正確に鐘を当てていきます。このゲームは照準に癖があるため、慣れないうちは難しいですが、あまりボスに近寄りすぎず、画面中央を基準にボスの反対側に陣取るのがコツです。ボスの攻撃は当たりすぎずかわしすぎず、撃破のタイミングで約1000ミリオンダラー残すように調整します。結果演出が始まったら、手裏剣に接触して、所持金をゼロにします。本来はこれでゲームオーバーですが、結果演出中にやられた場合、そのまま待機していると、何事もなかったかのように、次のステージに進みます。そして、所持金はマイナスとなり、非ダメージ判定も消滅して、無敵モードになります。通称、無敵の人と呼ばれるバグです。無敵の人バグは、発売当初から被弾以外で所持金がゼロになると発生することが分かっていましたが、最近になって、ボスの撃破演出中にゲームオーバーになるでも発生することを、奥で遊んでいる時に偶然発見しました。無敵の人になれば、敵の攻撃を無視して、移動とエイムだけに集中できるため、非常に有利になります。二面のボス、武装です。こいつも動きは完全固定です。武装戦は、できるだけゴンを画面中央から動かさないのがコツです。鐘を投げると、反動でゴンが少しずつ後退していくので、常に中央に居続けるには、微妙な調整が要求されます。なお、このような位置取りが要求される理由は、画面の端によるほど、照準の角度が低減される仕様になっているからです。例えば、ゴンが画面右側にいる場合、右側に向かって鐘を投げることができなくなります。一方、画面中央付近にいれば、360度すべての方向に鐘を投げることができます。だから、真ん中に陣取る必要があったんですね。ここでルート分岐しますが、今回は B エンドを目指しているので、左側へ進みます。右へ進むと、X 戦検察との戦闘になりますが、勝っても逃亡失敗エンドとなります。3面の道中は、ひたすら下へ駆け抜けます。本来であれば非常に厄介な道中の警官たちですが、今は無敵の人なので関係ありません。障害物の車や飛行機に突っかからないようにだけ気をつけます。最後、ラスボス戦が始まる箱にうまく接触できるかも重要になります。戦闘前の暗転中に鐘を投げるとラスボスにダメージが入るそうですが、いまいち実感が湧きません。ラスボス、ニッソンです。ニッソンは他のボスと違って移動はしません。ビーム攻撃、手裏剣召喚、ISIS 召喚の3種類の行動をランダムに使ってきます。開幕は必ずビームを打ってきます。ビームは攻撃の邪魔にならず、自身が召喚した敵キャラをフレンドリーファイアで一掃してくれるので、完全なデレ行動です。こちらは敵に密着していた方がダメージ効率が良いので、できるだけ敵に近い位置で鐘を投げ続けます。これは ISIS 召喚です。敵グラが全身真っ黒なので非常に見づらいです。本来は敵の撃ってくる銃弾が厄介ですが、無敵であれば敵がこちらの射線上に入ってさえ来なければ実害はありません。画面最下に位置であれば、敵がこちらを認識できず攻撃してこなくなるというバグもありますが、徘徊する敵が射線上に入ってきてダメージ効率が落ちてしまうため、通常であれば通行道と言えます。今のところ、一度も敵に射線上に入られていないので、最高のパターンです。いいよこれ。怖い。
最後の最後で手裏剣にダメージを吸われてしまいましたが、ほどなく撃破できたので、誤差だよ誤差。ラスボス撃破後に画面がすっげー白くなったところでタイマーストップ。記録は4分42秒82でした。私の知る限り、現在公開されている最速タイムは4分51秒39なので、多分これが一番早いと思います。さて、完走した感想ですが。楽しいな、楽しいな。これにつきます。最初は軽い気持ちで始めた RTA でしたが、途中から時が経つのを忘れるほど夢中になってプレイしていました。この記録を出した際の生放送では、気づいたら4時間ぶっ通しでプレイしていたほどです。やりすぎて、夢にまでロスカルゴンが出てきました。実はこのゲーム、一見するとただのクソゲーですが、RTA を極めようとすると非常に奥が深いです。ボスとの位置取り、正確なエイム、攻撃の際の反動、道中の警官との攻防、残りの所持金を意識した立ち回りなど、見た目以上にゲーム性が高いです。絶妙な操作性の悪さも、それに拍車をかけています。また、この RTA は、やればやるほど上達を実感できます。最初は5分10秒切るのがやっとでしたが、何度もプレイするうちに、5分切り、4分50秒切り、そして本記録とタイムを縮めることができました。また、1回のプレイが非常に短いので、気軽に再走できるのも、RTA に向いていると思います。そんな神ゲー、ゴーンイズゴーンは、現在 Steam にて、わずか100円で好評発売中です。ちなみに、今回の記録を出すまでに140回以上走っているので、1プレイ1円未満の計算です。コスパ最強。この動画をご覧になった皆さんも、ぜひ、ゴーンイズゴーンを購入して、RTA に挑戦してみましょう。完走した感想は以上です。最後に、このゲームはフィクションです。実在の人物、団体、国家、施設、事件とは無関係です。また、ガッツケースの中に入るのは危険です。良い子のみんなは、しないようにしようね。追伸、この動画の編集を終えた後、ロスカルゴンが勢いよく射出され、そのまま無敵の人になるという、大幅更新不可避なバグが、先駆者兄貴の一人によって発見されました。世はまさに、空前のゴーンブーム。加熱した RTA は、ついに危険な領域へと突入する。以上です。ご視聴、ありがとうございました。